皆さんこんばんは。こんばんは。真っ白テレビ局の生放送番組しゃべくり真っ白第2回目を担当させていただきます香山です。どうぞよろしくお願いいたします。今日は、真っ白の街づくりの歩みと展望といったテーマでもって、ゲストをお招きしました。レコード真っ白クラブの運営委員長の八田新造さんです。どうぞよろしくお願いします。八田さんよろしくお願いします。よろしく。こんばんは。この街歩きセンターでこのライブ放送をやってるんですけども、この街歩きセンターの元は八田金物店だった、金物店さんだったと思うんですけども、この建物をですね、蔵の建物を残すのに大変ご苦労されたかと思うんですけど、その思いはどうでしょうかね。どんな思いでこの建物を残していただいたでしょうか。もう30年ぐらい前に道を拡幅するということで、セットバックする話が出来上がったんですけど、ちょうど私その3、4年前に関西の奈良に住んでたんですけど、そっちからこっち戻ってきた、ちょうどそういうタイミングだったんです。やはり奈良におりましたんで、古いものってのはやっぱりいいなという、そんなことを考えてた中で、やはり全部壊してしまってコンクリートの建物にするということではなくて、この土蔵作り含めて、やはりある程度残しておこうということがあったのかなということがきっかけだったんでしょうか。素晴らしい、外観も素晴らしいですけども、2階の梁なんかもすごいですよね。この梁のまんまでもって自然の中でこの建物が息づいてきて、これいつ頃の建物ですかね。大正の初めだと思うんです。当時私これ見た時、そんなにその梁というようなものをそんな評価してなかったんですけど、最近割とこういうものの数が少なくなってしまった中で、割とまた位置づけが上がったかなという気はしてますけど、なるほど。こういったものを生かして、取り組むということは、真っ白の重みというんでしょうかね、本物が残っている真っ白という、そんなこう風格が出てきたような感じもしますよね。そんなに使っていただければ非常に光栄です。ありがとうございます。さて、今日はですね、真っ白の街づくりの歩みなんかをちょっと振り返ってみたいと思うんですけども、昭和の41年ですかね、真っ白が長野市に合併して以来、行政でもですね、いろんな町づくり この取り組みをやってきているかと思うんですけど、その辺のことをですね、ちょっと振り返りながら、今後の町づくりの展望についてお話していきたいと思うんですけども、ね、一番初めにこの出てきたこの取り組みというのはこちらですかね。こういったようなですね、伝統的建物の保存というのは庭園都市真っ白といったような形の中で、ありますけども、この辺はどうでしょうかね。本当に八田さんの中でこの真っ白の現状を見ていただく中で、どんなふうにこれ生かされてますかね。合併した41年というのはちょうど群発地震が約1年半ぐらいあったということでですね、非常に真っ白はどうしようかって、非常に住民の方も、先行きが本当に真っ暗みたいな感じだったと思うんですね。で合併した、でその中で会議所だけは残ってたんですね。なるほどなるほど。でそれからいろいろ取り組みがある中で、東京大学の大谷さんですか、研究所の方に依頼して、真っ白を一体どんなふうに持っていくのがいいのかなということでご提言いただいたのが、先ほど こちらの、その庭園都市真っ白ということで言ったらどうかということのご提言だったというんですね。この時の調査っていうのがうんとまた今生きてるわけありますかね。その時に大学院の学生だった西村一雄さん、今も松代にいろいろご熱心にこうしてほしいという思いがおありのようで、そうですね、スタジオも非常にありがたいなと思っています。この調査があったおかげでもって、この伝統的な町がですね、3町ということで現在4町になってますけども、庭園都市松代という中の武家屋敷ゾーンが保存されるようになったということですよね。その後どうでしょうか。高速道路のインターチェンジがあれ確か平成の5年くらいですかね、出てきた時に、ちょうど近代化といったような形の中の調査もなされたとか提案もなされたと思うんですけども、これを契機に会議所の中でですね、すごいこういろんな取り組みが行われていたと思うんですけど、
これも八田さんがその会議所の副回答の時にですね、取り組んだ提言書だと思うんですけど、どうでしょうかね、これを見てみていただいて何か思い返すことございませんか。300万プロジェクト、やはり300万プロジェクトというのは当時30万ぐらいの、観光の方のご来場ということから見ると10倍ぐらい、10倍くらい、そういう目標で、はい、掲げたテーマだったんですけど、まあ、いずれにしてもですね、この辺りからやはり松潮はこの観光で行くんだというようなそういうこのあれが軸足がそこへ定まったかなという感じはしてますですね。そうですね。でこれがやはり当時のその問題点をみんな洗い出してですね、今後何をどういうことでこうやっていこうかという、そうですね、そういうことが出来上がった一番なんか元のような感じはしてますけどね。そうですね。この辺に、まあ当時ですね、古くて汚い町の印象っていうのがあるんですけどね、当時は確かそうかもしれないです、今はどうでしょうかね。まあやはりそんな感じはしたかもしれませんけどね。ただ最近は、ね、本当にね、それを残してればまたもっと違う展開になったかもしれないけど、はいはい、ショート半端にちょっと変えましたね。だいぶその辺ですね、いろんなこう取り組みの中でこう、でもこれが基本にあったということで、まあ、今観光客もですね、当時の30万から、まあまあ、80万というくらいなところまで、ね、言われるようになってきて、だいぶ、まあ、こう徐々に近づきつつあるということですよね。まあ、その方向に行ってるかなと思いますよね。ね、まあ、その後この中心市街地活性化基本計画などができまして、真っ白やはり今のことをですね踏まえながら、城下町らしい町並みを作りながらですね、そしてまたおもてなし観光を進めようといったような形の中で出てきたと思うんですね。で、どうでしょうかね、その後平成のあれは16年でしたっけ、ゴールド真っ白ということで取り組みが始まったのは、これが八田さんが運営長さんとして取り組まれたわけですけども、どうでしょうかね、この辺の取り組みに関してはだいぶ定着してきたような思いますけど、まあ、その観光ということの中でですね、まあ、今まではその温泉だとか、まあ、そういうものがあって、はいはい、初めて観光ということだったんですけど、このエコールド松代というのはですね、松代の文化遺産を使った、その何て言いましょうか、そのいわゆる、はいはい、文化を切り口とした観光というようなことでですね、始めたということで、はい、割と、新しい取り組みといいますか、いい切り口だったのではないかなと私は思ってますけどね。はいはい、この時はなんか加盟っていうか、そのエコールマッシュクラブに参加される方が随分いらっしゃったと思いますよね。1000人くらいのね。で、真っ白の住民の人たちが1000人も参加しちゃったクラブなんてちょっと今までになかったですね。だからその会員たちがですね、いろんな分野に分かれて、はいはいはい、こうそのまあ障害学習といいますか、たしなみといいますか、はいはいはい、まあ、そういうものを通してですね、外部の方とそれを文化財の中でいろいろやっていきましょうという、そういう取り組みだったので、まあだんだんこれは定着してきてるのかなと思いますけどね。はいはいはい、そうですね、もう6年、はい、7年目になりますかね。はい、特色あるグループ活動なんてどんなものでしょうかね。例えばやはり人気がありますのはね、弓って言いますか、こう弓道ですかね、はいはいはい、こういう、なるほど、その剣術だとか、はいはい、あと茶やお花ももちろんなんですけど、外国の方なんかには例えば折り紙ですとかね、はいはいはい、押し花とか、そんなようなのにうんと人気がありますね。なるほど、じゃあ、海外の方々が、真っ白に来て実際にこう折り紙体験とかいろんな形の、はい、なんかこの前もアメリカから来た方々、着物かなんかを ね、あれ随分喜ばれてたみたいですね。韓国の方ですとかアメリカの方は割と着物着て、はい、着物着てね、お茶召し上がったりみたいなの好きですよね。はいはいはい、そうするとその方々はやはりこう真っ白が好きでっていうことですかね。まあなんかそれをきっかけに好きになってもらえばいいなと思うんですけどね。いいですよね。
地元の人たちがまず地元のことを好きになるといったようなことが、ね、大事だと思うんですよね、はいはい。まあ、そういった形のエコロ真っ白がこう起爆剤になって真っ白のこう住民参加型の街づくりがどんどん進んできたと思うんですけども、今年は真っ白イヤーということでね、だいぶこう盛り上がりが出てきてました。このお猿さん のこうですかキャラクターなんかもできて、保久さん真っ白さんなんかもね頑張ってると思いますけど、今年は畑さんはやっぱりこの真っ白イヤーっていう中ではどんな形で関わっていらっしゃいますかね。このやはりエコールド真っ白と同じような延長線上なんですけども、遊学城下町っていうんですか、はいはいはい、遊んで、学ぶ城下町というそんなイメージの、そういうことでお客様をおもてなししようということをテーマに取り組んでいます。なるほど、なるほど。どうでしょう、反応はどうでしょうかね。まあ割と、地道な取り組みではありますけれども、割と評判がいいかなと思っております。はい、はい、いよいよじゃあ本当におもてなしの心がだんだん広がってきたということですかね。きっとそれは、こちらの住民側がですね、はい、割と今まで外部の方に若干こう、心が、閉じてた、はいはい、そんな感じだったんですけど、こう開いてきてですね、こう十分こういろんな対応ができるようになってきたいね、はいはいはい、という、そんな感じしますね。そうですね、はい。まあ、かつてその真っ白はその排他的だとかですね、はいはい、おもてなしの心が足りないよとかって言われたことがありますけども、うん、だいぶその辺はもうあれですね、いろんな形でおもてなしの心が広がってきたと、うん、ね、まあ、うん、結局その観光ということになるとその人とのつながりということが必要だと思いますし、まあそれにはですね、うん、やっぱりこちらの人が心を開けて、はいはいはい、非常にリラックスした形でこうお迎えするということがこうだんだんそのいい、まあ、はいはい、外部との関係にもつながるでしょうし、そうですね、こう我々もですねもう少しこう活気づいた街というのも、はい、みんなそれぞれの気持ちがね、はい、こう上向きでこう街を良くしていくよということがどっかにあるとこれが自信にもつながって、はいはい、ちょっとずつこういい来ても面白いなという感じの街になってるんじゃないですかね。さてさて、そうじゃあ時間もなくなってまいりましたので、これからの街城、新しい街城が見えてくるといったような形の中でですね、まあ、課題としてはまだまだいろいろあるかと思うんですけど、どうでしょうかね。今後の課題っていうか今の課題とこれからの展望っていう、例えば食の問題とかですね、グッズの開発とかなんかいろいろあるかと思う、その辺どうでしょうかね。まあ、やはりね、街づくりっていうのはね、心がある程度潤うということと、はい、懐も潤うという両方必要だと思いますよね。はい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 、とすると、やはり懐が潤う手立てが、まあ、食がということは、ある意味では来てくださった方に、まあ、町らしいものを召し上がっていただくと、はい、町らしいものをちょっと買っていただくということが、はい、このうんとおもてなしにつながると、でそれがまた懐が潤うことにつながると、こんなふうに思いますのでね、はい、やっぱりそこら辺が一番これからの課題じゃないでしょうか。これからの課題、そうですね、この町歩きセンターでもですね、おもてなしの心を広めながら、やっぱり食の開発とか、あるいはまたグッズの開発とかですね、お土産開発、そんなこともできればいいかなというようなことをね、感じているところですけどね、期待するところはどうでしょうか。まあ、それぞれの頑張りって言いますか、あまり他のことを真似するんじゃなくて、はいはいはい、やはりね、なんかやはりこう人に依存するんじゃなくて、もうできるだけ大きな志をですね、はいはい、こう高いところに置いて、ある意味じゃ地道に頑張っていくと、はい、そういうことが必要かなと、ね、ブレないことが大事かな、ブレないこと、なるほどなるほど、はい、ブレないでもって持続するということの中で、ね、少しずつ形になっていくだろうということですよね。まあ当初から比べると随分と真っ白も良くなりましたね。そう感じますか、どうでしょうかね。そのね、こういろんな方がこういうこのこういう番組やなんかもそうなんですけど、いろんな、関わってくださって、はいはい、いろいろこうなんかおもろいと、
面白い、真っ白面白くなっちゃうということでいいですね。はい、そうですね、だんだんと真っ白も面白くなってきたという、そういう中に真っ白テレビ局もあるんかなというふうに思いますけども、もう時間になってまいりました。今日はエコロード真っ白クラブの八田新造さんをお迎えして、しゃべくり真っ白ということで、将来に向かった真っ白の街づくりの展望なども語っていただきました。八田さんのますますのご活躍を記念するとともに、まあ、真っ白の街づくりが、ね、より発展するようにということで、願いまして、今日の番組は終わらせたいと思います。今日は八田さんありがとうございました。お疲れ様でした。皆さんご覧ください。コメント終わります。ありがとうございました。さて、来週のしゃべくり真っ白、私どもの事務局、三田さんですね。三田さん、よろしくお願いします。それで三田さんね、来週のゲストはどなたにお願いしてるんですか？真っ白町でね、開業してる先生、しかも96歳。はい、96歳ですごいでしょう。いや、すごいですね。ゴルフもやっちゃう。どんなことをお聞きするんですか？それで、それでね、仏様っていうかね、石仏をね、集めてらっしゃるんですよ。すごいですね。あと美術館も持ってるっていう、ね、でそこでぜひこちらへ来ていただいて、そんな素晴らしい先生お呼びできるんですか？できます。はあ、三田さんの顔でいい。そうですか。ありがとうございます。そうですか。素晴らしい先生だそうですが、それでは来週のしゃべくり真っ白、ぜひご期待ください。よろしくお願いします。お願いします。さよなら。